第5回大学級王者決定戦3分5ラウンド無制限延長ラウンドを行います。まずは青コーナー180cm 62.95kg チームテンペン所属高級2位元ジャンピング日本新宿レフティーシム所属同級1位 K1 レボリューションファイナルアンダー65キロ世界王者
ですね。カウンターが早く。
ということで、ドクターの判断により試合続行不可能と判断されました。この試合の、勝敗等について今コミッションの方で確認をしています。お願いします。今一度、正解の拍手を送ります。